ヘレナイコールウェストヘレナは、アメリカ合衆国アーカンソー州の東部、フィリップス軍の都市であり、同軍の軍庁所在地かつ、人口最大の都市である。現在の市は2006年1月1日に有効となった、それまでのヘレナ市とウェストヘレナ市が統合されたものである。ウェストヘレナはほとんど平坦な、アーカンソーデルタの中では異例な地形であるクローリー、山地の西側に位置している。 ヘレナはミシシッピ側とクローリー山地の東側に挟まれている。アーカンソー州のミシシッピ側に架か,かる4橋の一つ、ヘレナ橋はアメリカ国道49号線を渡している。二つの市を合わせた2010年国勢調査による人口は12,282人だった。自治体としての歴史は1833年にミシシッピ側の港町としてヘレナが設立された時に、 始まる。南北戦争の初期には北軍が占領した。1863年にはヘレナの戦いが起きた。この戦闘はミシシッピ川沿いの戦略的に重要な町、ミシシッピ州ビックスバーグが北軍に包囲されたのを解放しようとして、ヘレナから北軍を追い出そうとしたものだったが、失敗に終わった。同年後半、北軍が シュートリトルロックを占領しようとした時には、ヘレナが出発点になった。1940年代と1950年代には、繁栄するブルースの街に成長した。1970年代に横浜ゴムの子会社でも、あるも、ホークラバーカンパニーが閉鎖されるまでは、成長を続けていた。その後すぐに失業率が急上昇した。 今日のヘレナイコールウエストヘレナには1万2000人以上の人が住み、デルタ文化会館、ピローイコールトンプソン庭があり、キングビスケットブルースフェスティバルが毎年10月に開催され、南軍将軍の墓地には7人の南軍将軍が眠っている。ヘレナでは、アーカンソー州選出アメリカ合衆国上院議員、ブランシェ・リンカーンや、俳優、監督、 映画制作者のチャック・ウィリアムズが生まれた。ヘレナイコール・ウェスト・ヘレナ中心街の上、砲台市公園から見下ろす眺め、砲台市はヘレナの戦いで、南軍が陣地にしたアメリカ国道49号線橋、ヘレナイコール・ウェスト・ヘレナとミシシッピ州ルラをつないでいる、ピローイコール・トンプソン邸、安城洋式建築の一例中心街にある、デルタ文化会館、ヘレナの戦いの後、 南群墓地南群墓地の記念碑、ヘレナイコールウエストヘレナの歴史は、1833年にミシシッピ川の港町としてヘレナが設立された時に始まる。クローリー山地に高台があることで洪水に対していくらか保護されている。この地形はミシシッピ川下流の右岸では稀なものである。南北戦争の時、北軍がヘレナを占領し、 1863年にヘレナの戦いが起こった。1863年7月4日、早朝、ミシシッピ川沿いの戦略的に重要な町、ミシシッピ州、ビックスバーグが北軍に包囲されたのを南軍が解放するためにヘレナから北軍を追い出そうとした。しかしこの日の朝にビックスバーグの南軍は北軍のユリシーゾー 戦場跡の多くがそのまま残されており、幾人かの歴史家はヘレナがこれら歴史的地域を開発し保護する得意な位置にあるということで合意している。統合以前のヘレナ市は面積23.1平方メートルの中に6323人がいた。隣接するワイストヘレナは11.5平方メートルの中に8689人がいた。 合併の提案はすでに2002年に始まり、2005年3月の住民投票で両子ともに合併に合意した。周辺の軍はアーカンソー州75軍の中でも貧しい地域にある。統合賛成派は、二つの市を合わせれば経済全体と生活水準を改善するプロジェクトで競合する周辺地域に対して取引する力を強化できると述べていた。 合同した市政委員会の中で最初の仕事は新しい警察署長を雇用することだった。2000年国勢調査の時点でヘレナイコールウエストヘレナ領子を合わせた人口は15,012人だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 世帯あたり収入の中央値は19,896ドルであり、国内でも最貧クラスの都市である。アーカンソー・デモクラット・ガゼットの2006年7月12日版では、2つの市が合併して前向きな可能性は、ラスベガスを本拠とする E ・ヒューエルズがエタノール燃料生成所を建設することである。市の統合がその決定に影響したかは不明である。 このプロジェクトが決実すれば、ミシシッピ側のこの地域への交通量がかなり増大し、合わせて雇用機会の増加も予想される。さらに最近の開発で市の地域埋め立て地を再開し、それから経済的利益を得られる可能性がある。この施設は、ザ・デイリー・ワールド紙の記事によれば、2007年に再開した。ヘレナイコールウエストヘレナの経済の主流は農業であり、 特に綿花栽培である。ミシシッピ川の市の港を使った橋景輸送も大きな要素であり、また小売業や観光業が盛んである。1940年代と1950年代には、シカゴと同様にアーカンソー州田園部とミシシッピデルタから黒人たちが町に移ってきたので、リトルシカゴと言われたこともあった。彼らはヘレナで食を得られるから、ヘレナに引き付けられた。 当時のヘレナ人口の70%が黒人であり、サニーランドスリム、メンフィススリム、ルーズベルトサイクスのようなブルースのピアニストを含めた音楽バンドができていた。1941年、一人の白人事業家が街で初めてのラジオ局にスタッフを集めた。ブルースミュージシャンのグループがスポンサーであるキングビスケットフラワーが合意する契約に調印する。 という条件で1時間の番組枠を与えられた。これが、キングビスケットエンタテナーズの誕生となり、キングビスケットタイムが始まり、後には、人気ある、キングビスケットブルースフェスティバルにつながり、それが2005年には、アーカンソーブルースヘリテージフェスティバルに改名され、世界でも最大級のブルース祭りになった。この祭りは、ヘレナの中心街チェリー通りで開催されている。 キップデルタカレッジ予備学校、ヘレナ中心街にある、ヘレナイコールウェストヘレナ教育学区が市内の公立学校を運営している。キップデルタ公立学区は、ヘレナウェストヘレナで独立、公開入学のチャータースクール地区を運営しており、500人以上の生徒を無料で教えている。ヘレナイコールウェストヘレナ、エレーヌ、マーベル、マリアナの各市の幼稚園生から12年生が、 対象である。ありがとうございます。